こんにちは、加藤です。今日は幼稚園バス、黄色いバスを書いていこうと思います。こういった四角を元にした形、直方体がベースになっているような、工業製品というかカチッとしたものですね。そういったものを書くときには結構補助線役に立ちますので参考にしてみてください。まず大きさはこのくらい、右上から左下に向けて、角度的にはこんな角度で左下を向いているのですが、上の面、ルーフ、天井ですね、天井が見えていて側面が見えていて、ここが正面と、こういう長い四角みたいな、そういった補助線を最初に引いていってみましょう。で、この時に気をつけてほしいのは、遠近法というかね、パースペクティブ、手前と奥と、こう徐々にこれが長い100両編成とかだとずっとこういっぱいつながっていった場合に、遠くの方がやはりこう狭く、こう細くなっていく感じに見えると思うんですね。なのでこの3つの角度をこう見比べた時に、ほぼ平行かそれよりも遠くの方が少しこう狭まっていく、つまり手前の長さと奥の長さを比べた時に、これで言うと高さですけど、高さが徐々にこうちょっとずつ狭まっていく、そんな風に見えています。角度を決めて、この3本の線ですね、一番自分に近い角、奥側、そして手前の下を描く時に、ちょっとそういった平行になっているか、平行よりも遠くが少し狭く見えているかっていうのを意識して描いていくといいと思います。はい、羊羹みたいな形をまずね、最初にこんな感じで四角を、直方体を今描いてるんですけれども、あんまりこれね、直方体がきっちりした形になるまで追求しないでいいと思います。大体でいいと思います。あとね、垂直線、この垂直線が結構ありがちなのが、下に行くにつれてこう広がっちゃう人いるんですよね。無意識のうちになんですけど、なんとなくこう傾いちゃう、立方体とか、直方体を描くときに外側がこう広がっちゃう、無意識のうちに広がるタイプの人がいますので、気をつけましょう。垂直、上から見下ろしているので、若干下に向けてパースペクティブってこうね、三点透視みたいな見え方するっていう考え方、捉え方もあるんですけど、ここでは垂直に行きます。この3本線は垂直にですね。このデザインなんですけど、このボンネットはないけど、この運転席ですね、運転席ちょっとこう傾いてます。つまりまっすぐ立ち上がってなくて、ちょっと下がってる感じ、これをね、少しこんな風にガイドラインを引いてあげるといいです。バスなんかはよくね、こういう風なデザイン多いですけど、傾いてます。あとよく見ると、この天井、ルーフも、かまぼこ型になってるんですね。この形をどんな風にする方が捉えやすいかな、これをベースにちょっと膨らましてみましょうか。例えばこんな風な断面、こんな風な断面で膨らかまぼこ型ですね、天井をこういう風にこう膨らましてみる、ベースになる四角に対してこんな屋根、かまぼこ型の屋根を想定してつけてみる、ちょっとこう量が増えるわけですけど、そんな風に、ガイドラインに対してちょっと膨らませるっていう見方もいいんではないでしょうか。と同時に、今度はこういう向きですね、こういう向きにもちょっとこう膨らましてみる、デザインですけれども、ここの部分がちょうどこう面取り下みたいな三角になるようなね、ちょっとこれ大げさなんですけれども、そんな風にちょっとね、サイドから見てもちょっと膨らんでる感じ、はい、大まかな形こんな感じで、と言いつつ、これ理屈の部分なんですが、実際のモチーフ、幼稚園バスウサギ号を見た時に、ちょっとねここがね、大きすぎ、広すぎたかなっていう感じするんですよね。奥行きに対するこの運転席側というか入り口の部分がちょっとね、比率的になんか寸詰まりな感じがするので、今のうちにちょっとね大きくしておきましょう。はい、こんな風に形をね、捉え直す時にベースになる形に対して平行移動して、今これ1センチちょっと奥行きを手前に増やしてみました。このね、消さないで上書きしていくっていう技術は
最初のうちは結構ね目障りっていうかやりにくいと思うんですよね。あの前の形が邪魔で消したくなるの気持ちを我慢して先にこう書いていっちゃう、上書きを先にしていく。で前の形はできるだけ見ないようにして放置していく。そういったこう動じない技術というか見ないようにしておく技術っていうのも一つテクニックのうちかもしれません。形を直すときに先にプラスの作業、上書きが先で、消すのは後回し。はい、こんな感じでちょっと前に出しました。奥行き長めに取りました。で持って、運転席の面積がですねちょっと広がるように、はい、どんどん行きます。これが乗り降り口ですね。乗り降り口でこの辺タイヤ、タイヤでこの辺で窓が、上に窓が1つ2つ3つで、ここが乗り降りするところ、ここが運転席、ここが運転席の窓みたいな、はい、だいたいこんな感じでしょうか。ここからはちゃんと見ていきます。最初はこんな風にですね、まあ賛否両論あると思うんですけれども、私はね必要な要素を先に書き込んじゃう方がいいと思います。はい、よろしいでしょうか。必要な要素っていうのは窓だったり、この形ですね、タイヤだったり、まあいろいろごちゃごちゃしたものがいっぱいあるわけですけれども、先にねどんどんこういった要素を書いておいた方が形をね比較しやすくなるっていうか、印象をね比べやすくなると思うんですよね。というわけで躊躇せずに先にねこういうのいたずら書きというか落書きというか、あんまりこうこだわる前に先に書いちゃう。で書いてから、でこれも私の考えですけど、色塗っちゃうっていう、大体のところ決めたら暗く見えるところ暗く塗っちゃう。窓とかもね今暗く見えてるんで暗く塗っちゃいます。それもすごくラフでいいんで、ただあんまりこの調子をつける時の間隔が広いとあのまだらになりやすいので、この鉛筆の腹を使って調子をつける時はなるべく寝かせて 筋が、線が目立たないように塗った方がいいと思います。といっても柔らかく、先の丸鉛筆を使ってますからね、柔らかくふわっと全体に調子をつける感じです。で一旦ここでねバサバサしてきたんでガーゼでさっと撫でておきます。で今回も形取りがメインで、陰影とかはそんなにつけていかない予定なので、こんな感じのベースに書き進めていきます。よし、それでは次にもうちょっと形を丁寧に見ていきます。今回のこのバスのポイントになるのはまずねこの角かな、この角一番自分に近いところ、フロントガラスちょっとこうカーブしてるんですね。カーブしていて、ここが少しね へこんでるというか内側に入り込んでいる。で運転席のこの前のこの、まあ、ボンネットじゃないんですけど、この部分がちょっとね湾曲して見えている。ここもこんな風なカーブを想定して湾曲しているこの頭の部分のカーブした形を印象を合わせていきます。ここはバックミラー、サイドミラーがちょこんちょこんと見えています。こんな感じ、こんな感じですかね、こんな感じで、こんな感じで、だいたいフロントマスクの部分印象が捉えられたかと思います。でここにスクールバスってあのキンダーガーテンバスって書いてあるんですけど、まあ、実際シールなんですが、ロゴマークみたいなこう文字がレタリングが入ってるんですね。こんな帯で入っている。で実際はナンバーあるんでしょうけど、ここではやっぱりシールがこう貼ってある。こんな並びでシールが貼ってある。はい、ここまでだいたいいいでしょうか。で次にこの乗り降り口の部分をちょっと見ていきます。はい、まずこの扉の部分なんですが、最初に書いたこのざっと書いたこの位置ですけど、ちょっと後ろすぎましたね。もうちょっとよく見るともうちょっと前に、この辺かな、この辺に。でこのね、バスのサイドのこの、横の面なんですけど、若干ねこうカーブしてるんですね。まっすぐ垂直に切り立ってるんではなくて少しだけカーブしている。パッと見た時の印象がねまっすぐじゃなくて
少しだけ湾曲してる感じなので、その感じをちゃんとこう捉えながら、理屈だけで書こうとするとなかなかね形が合わないっていう人は見た時の印象をねおろそかにしていることが多いと思うんですね。なので私はもう少しこの実際にパッと見た時の印象があった上で理屈が合っているっていう、順番で言うと印象を重視、先にですね、先に印象を合わせた上で理屈が合っている、そうすると怖いものなしかなと思います。理屈は合ってるけれどもなんか印象違うなって、そういったことで悩んでられる方は、順番を変えて考えてみるといいと思います。先に印象を合わせる、で印象が合ってる理由っていうのは形も合ってるんですよね。理屈が合ってるけど印象が合ってないっていう人は、そのね考える順番を少し変えてみてはいかがでしょうか。はい、ざっとですけれどもこんな感じで、ここちょっとねごちゃごちゃしてきたんでちょっと省略して、扉の手前奥、縦線いっぱい引きすぎて線がごちゃごちゃしてきたんで練りゴムで今叩いてます。練りゴムの使い方についてついでに言っときますけど、いつも擦るんじゃなくてこうやってね叩いてこう粉を吸い取るような使い方もおすすめです。書いてみたけど線がどうも違っていたっていう時に、押し付けて吸い取る、こういう使い方ですね。トントントンと、であんまり派手にやってると今みたいなこういう、ね、パネルのこうぶつかる音がしたりして周りの生徒さんがこうびっくりするので、やりすぎはちょっと注意した方がいいですね。他にも書いてる人がいる場合はあまり急激に大きな音を立てすぎないように気をつけつつ書いていきましょう。あ、こうやって書いてみたらなんか後ろがねちょっとやっぱ長すぎましたね。最初は短いと思って書き始めたんですけどちょっと長すぎたので、後ろここちょっとねちょっとだけ削ってあげます。こんな感じかな、少しだけ削ってあげます。スクールバスって、まあ、私も黄色いバスが一番よく見かける色なんですけど、やっぱり幼稚園用だけあって可愛らしいデザインとか色を使ってるのが多いと思います。で特にこう丸っこいフォルムだったり可愛らしい感じだったり、乗る、園児園児がやっぱ楽しいと思える、そういったデザインだと思うんですね。なのでここではあんまりこう角が尖っていない、この辺とかねちょっとこう角度面取り角度を落としたような、ここは垂直なんだけどここはちょっと斜めになっている。で後ろはでもこんな角度か、こんな感じでどうでしょう。はい、で次にタイヤハウス手前、タイヤハウスってこのアーチですけど手前奥、これ書くときにですね、結構間違いやすい人がいるんではっきりここで説明しておきます。まずタイヤなんですけどこれは間違いです。これは何かっていうと、これを軸にした楕円、こういう書き方ですね。これ完全に間違いです、覚えておいてください。タイヤっていうのは見えないですけれども向こう側にももう一個4つこうあって、ここに軸が通ってるんですね。この辺に書こうかな、こういう4つセットになってます。というわけでこの軸に対して垂直になるように、垂直になるようにタイヤを書いてあげないとタイヤがこうちゃんと回ってくれないんですね。でここで垂直に書いて、つまりこういう風な垂直をこの軸で結ぶとなんか変な感じになります。これよく覚えておいてください。だから垂直には書かずに、見えないけれどもこの傾きに応じたこの軸を想定して、この角度を想定してそこに対してこんな風になるように、同じくタイヤハウスも後ろの方のカーブがちょっとこんな風にね見えにくいですけども、この軸に対するこういう角度意識してカーブを決めてあげるとうまくいきます。はい、こんな感じでしょうか。あとタイヤの奥行きというか厚み表現なんですけれども、こうあるとしたらこうですね、同じ楕円を2つこの軸に沿って2つ並べてつないであげるとタイヤの厚みが出ます。ちょっと見えにくかったかな、
ここちょっと書きますね。こういうタイヤですね。こういうタイヤ、ここがもう ホイールがあるとしたら、タイヤの厚み表現、この横幅っていうのはこの軸に対してこの楕円を平行移動した形、2つを並べてあげると厚み表現がうまくいきます。まあ、ちょっとこれタイヤ太かったですけれども、このおもちゃのタイヤはね、ホイールがすごくでかいんですけれども、金属部分は大きいんだけれども、タイヤそのものの厚みはあんまりないですね。ちょっと薄っぺらい、扁平タイヤみたいなのを履いてる感じです。で、あとね、前タイヤは模型による、模型っていうかおもちゃによるんですけど、舵が切れるタイプのはね、こっち側向いてたりあっち側向いてたりするんですが、これは前後ともこう平行な、平行に2つタイヤが並んでる、そういうデザインのやつですね。はい、ちょっとこう軸になる角度をね、補助線少し入れておきます。例えばこれに対してこれ直角、これに対して直角になるように、はい、こんな感じで、落書きを周りにちょっといっぱいしすぎましたけど、いかがでしょうか。あとはこの下にちょっと影がね、影ができているんですが、ちょっと影も書き入れておきます。床に映る影を描いてあげると、なんかちょっとリアリティが出ますので、はい、どうでしょうか。こんな感じで、あとここにまたうさぎちゃんマークのシールがちょっと貼ってあると、後ろの方はすごい端折ってしまいましたけれども、はい、いかがだったでしょうか。今日は黄色いバス、幼稚園バスを斜め上から見下ろした時の、形の捉え方、特に四角い補助線をベースに、ちょっとこう丸っこいデザインのバスですね、を描いてみました。あとタイヤの厚み表現についてもちょっとお話ししました。はい、今日の動画は以上になります。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。